近藤義正さん、ありがとうございました。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も良い運勢なのはサソリ座のあなたです。年下や後輩との相性が抜群で好結果が。先輩ぶらずに同じ目線を意識しましょう。ラッキーパーソンは口が大きい人です。3位の魚座の人は最新トレンドにヒントが。アンテナを張り情報を入手してみてください。7位の乙女座の人は外出先でぐったり疲れそう。癒しの香りでリラックスしましょう。続いて9位の水瓶座の人はズルをしてトラブルが発生。遠回りでも地道な方法を選んでください。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさい、ヤギ座のあなたです。想定外のことばかりでトラブルに。入念に準備していても油断は禁物です。でも大丈夫。そんなヤギ座の月を回復させるラッキーメニューはエビフライです。